皆さんこんにちは、ホックです。今日はスペシャルゲストをお招きしております。ミク先生、本日はどうもよろしくお願いします。よろしくお願いします。でミク先生は日本語教師の養成課程を修了して、日本語教師の実務年数が7年あるということで。そうですね、ハノイで7年教えています。はい、なので今日はこのプロの日本語教師であるミク先生に日本語の勉強のコツとかいろいろアドバイスをもらいたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。早速なんですけど、今日本語を勉強中のこのホック TV を見てる人に、なんか日本語の勉強のコツとかアドバイスとかをいただきたいんですけれども。はい、わかりました。皆さん多分ホック先生の YouTube いつも見て、日本語の勉強を頑張ってる方がこの動画を見てくれてるんじゃないかなって思います。で私は7年ほど、ハノイで主に初級の日本語ですね、初級の日本語を教えていますので、いわゆる N5 とか N4 の授業を、やっているんですけれども、なかなかね N3、N2 の日本語を勉強しても喋れるようになれないっていう方いらっしゃるかなって思うんですけれど、個人的にはですけど私は N5 がすごく大事じゃないかなって思ってるんですね。でやっぱり基本がちゃんと分かっていれば、N4 それから N3、N2 って勉強を続けていった時に文法も分かるし会話も上手になるし、日本語がすごく自分でも上手になったって思えるようになるんじゃないかなって思ってるんです。なのでぜひなかなか日本語上達しないなって思ってる人は、もう一度もしかしたらもう一度 N5 の文法も勉強してみてもいいかもしれませんね。で今日はその中で、じゃあどうしたら日本語が上手になるかなっていうことでポイントを、お話ししたいなって思います。で日本語だけじゃなくて何でも勉強ってやっぱり繰り返すことだと思うんですね。なるほど、うん、単語とかでも1回勉強しただけでは絶対覚えられないですよね。間違いないです。私も外国語全然得意じゃないんですけれども、やはり勉強したことを繰り返し繰り返し反復して何回も同じことを勉強するっていうことが大切だと思います。そしてその繰り返すことを毎日続けていくっていうことだと思うんですね。日本語の勉強を始めたばかりで難しい、なかなか上手にならないっていう方もいらっしゃると思うんですけど、ぜひ諦めないで毎日繰り返すこと、反復することを毎日繰り返すことを頑張ってもらいたいなって思います。ミク先生、1点質問なんですけど、はい、先ほどミク先生の話で N5 がどうやら一番大事じゃないのかと考えてるっていうことなんですけど、 N5 が終わった学生が N4 に進んで N3 に進んで、もう私は N4 終わりました、うん、N5 終わりました、だからもう戻る必要はないんですっていう学生が結構多いと思うんですけど、うん、N4 に進んだ学生でも N5 に戻って基本を勉強し直すってことは大事ですか？うん、そうですね。もちろん N5 の勉強終わって JLPT 受けて合格して自信があるっていうのはすごくいいことだと思うんですね。うん、ただやはり N4 の勉強、N3 の勉強を続けるにしても基本はもう全部 N5 にあるので、やはり N5 の文法がもう 100% 分かります、 N5 の文法を使えますっていうぐらいまで勉強できた方が後の勉強が楽じゃないかなって思います。うん、で例えば N5 の文法で会話する、日本人とコミュニケーションを取ることって私はできると思うんですね。あ、なるほど、はい、すごく簡単な言葉で自分の言いたいことを伝える、欲しいとかしたいとかしてください、お願いしますとか簡単な表現は言えると思うんですけれども、でも例えば自分の気持ちを伝えるとなると N5 の文法だけでは足りないんですね。はい、例えば携帯をなくしましたというのと携帯をなくしてしまいましたっていうお話の仕方はどちらも同じ意味なんですけれども、てしまいましたっていうと、あ、がっかりしてるんだ、大変だったねって聞いてる人はやっぱり思いますし、言ってる人も自分は残念ですっていう気持ちを伝えることができます。 N5 の基本の文法に自分の気持ちとか
表現をさらに加えていけるのが N4、それから N3、そしてさらに専門的なお話ができるのが N2 じゃないかなって思います。なるほど、はい、じゃあ N5 でも簡単な会話ができないわけじゃないけれども、それよりさらに深く N4、N3 って進んでいくことによって自分の気持ちを表現したりすることがしやすくなるってことですよね。そうですね。あとやっぱりさらに自分の言いたいことは N5 の文法で何とか言えると思うんですけど、皆さんが会話をする相手、日本人の方はもちろん N5 の文法だけでは話しませんよね。いろいろな N5 以外の N4、N3、N2、もしかしたらそれ以外の普通の会話でお話をしてくれるので、それを聞くっていう意味でもやはりもちろん N5 だけでは足りないですよね。でもやっぱり基本があるので、例えば日本人が他の言い方をしても、それを聞き取ることができるんじゃないかなって思います。そうするとまとめると、 N5 にはまあすごい大事な文法とかが詰まっているし、 N5 だけでもまあ普通の会話というか簡単な会話なら可能だけれども、はい、まあ、やっぱりそれ以上自分の気持ちを表現したりとか、日本人の日本語を聞き取るためにはやっぱりどんどん進んでいく必要があると、はい、ぜひ頑張って勉強してみてください。ありがとうございます、はい、続きましては、はい、じゃあその中で日本語の勉強のコツ、はい、はい、私が経験してきた中で、また勉強してきた中で、皆さんに今日お伝えできることがあればいいなと思って、いくつかご紹介したいと思います。イエーイ。いや、楽しみですね。はい、お願いします。お願いします。はい、で先ほど反復と継続が大事っていうお話をしたんですね、したんですけれども、例えば皆さん日本語の勉強をするときに、文法の勉強の前にはまずきっと単語をたくさん覚えていますよね。新しい言葉を覚えて、それから文型文法を勉強して、で勉強を頑張っていると思うんですけれども、人は勉強したこと、まあ、覚えたことの 74% は1日で忘れてしまうと言われているそうなんです。なのでせっかく今日1日集中して一生懸命勉強して もう次の日には頭からポンって出てちゃって、忘れてしまうということよくあるんじゃないかな。 74% を忘れてしまう。忘れてしまう、そうなんです。結構忘れるんですね。そうですね、誰でも忘れてしまう、そうです。はい、はい、なのでせっかく今日勉強しても1回1日だけ集中して勉強しただけでは、その記憶って残らないんですね。じゃあどうしたら言葉や文法などをしっかり覚えて日本語が話せるようになるかっていう、今日は記憶のポイント、勉強の仕方についてお話ししたいと思います。はいはい、すごい興味深いですね。はい、記憶について、はい、で記憶って2種類あるそうなんですけれども、一つが長期記憶、長い期間の記憶、もう一つが短期記憶、短い期間の記憶と呼ばれているそうです。はい、で例えば長期記憶ですと、もう身についちゃってる、身に染みていることなので考えなくてもできてしまうことですね。例えばこんにちはとか、はい、おはようとか。そうですね、お父さんお母さんの名前とか。そうですね、はい、なるほど、うん、はい、っていうような、もう考えなくても出てくるようになっている記憶が長期記憶と呼ばれています。はい、で、まあ、日本語以外の例で言うと、例えば皆さん自転車の乗り方、子供の頃練習しますよね。一回乗れるようになったら5年10年乗らなくても、大人になって乗ってみたら意外と乗れたりしますよね。うん、忘れないですよね。うんうん、はい、なんかそういうふうに体で覚えてる記憶のことを長期記憶と言います。一方で短期記憶っていうのは今やってることだけなんですね。なので今私がホップ先生と話していること、はい、これは今日何を話そうかなって決めた記憶の中で話してるんですけれども、明日になったらもう忘れてしまう今だけの記憶になります。はい、言語の勉強は今勉強しているこの2つ目の短期記憶をどうやって体に覚えさせるか、長期記憶にするかっていうことがポイントになってきます。なるほど、はい、
まあ、そう考えるとシンプルですね。そうですね。短期の記憶をどうやったら長期にできるか、はい、そのコツっていうのはあるんですか。はい、はい、そのコツをじゃあ今からお話ししたいと思います。はい、でもうそのコツは先ほどから何回も言ってる結論から言うと反復です。はい、反復、反復、繰り返しやるってことですか。そうです。はい、はい、皆さん先ほども例に挙げたんですけれども、自転車の乗り方ですね、転んだりしながらこうハンドル持ってペダルを漕いで何回も何回も練習して漕ぎ方が身につく、覚えたと思うんですよね。でそれぐらい何回も何回も繰り返し練習をして、言語もこの体に染み込ませる、うん、まで何回も何回も反復すると、上手になる、覚えることができるですよね。はい、はい、じゃあどうしたらそれが覚えられるようになるか、その方法として、うん、今日は5つのちょっと専門的な言葉と、うん、それぞれの、勉強の仕方、いくつか例を皆さんにご紹介したいと思います。はい、お願いします。はい、5つですね。はい、5つです。で5つ先にちょっとお名前だけ紹介しますね。難しいので覚えなくてもいいんですけれども、1つ目がチャンキング、うん、はい、チャンキング、チャンキング。2つ目が維持リハーサル、維持リハーサル、はい。3つ目が生成効果、生成効果、はい。4つ目が体制化、体制化、はい。5つ目が聖地化リハーサルです。聖地化リハーサル、はい、覚えなくていいですよ、私も覚えてないです。はい、ま、内容の方が大事ですね。まず1つ目のチャンキングなんですが、これは知識をバラバラに覚えるのではなくて、いくつかの塊にしてまとめて覚えましょうねという覚え方、記憶方法のことです。はい、はい。で例えばなんですけれども、私は動詞を勉強するときはその言葉だけじゃなくて、よく一緒に使う単語、名詞と合わせて文で覚えることをお勧めしています。はい、例えば初級なんですけれども、たくさん助詞が出てきて覚えられないとか使い方を間違えてしまうことって多いですね。よくあるかなって。みんなそこで壁にぶつかりますから。そうですよね、思うんですけれども、なので例えば入りますっていう動詞を勉強するときには、入りますってどこに入りますかね、どこでもいいんですけど、よく使う文は入ります、トイレに入ります。あ、いいですね、トイレに入ります。はい、ではそれであればもう一文で覚えてしまいましょう。トイレに入ります、トイレに入ります、文で覚えてしまえば助詞も一緒に覚えられますよね。このように動詞の勉強、単語の勉強なんだけれども、動詞だけではなくて文で一緒に助詞も覚えてしまってはどうでしょうか。入りますという動詞を勉強するときに、入りますだけじゃなくて文で覚えるってことですね。そうですね、トイレに入ります、はい、そうすると記憶に定着しやすい。そうですね、はい、トイレとか入りますとか助詞はにってバラバラに覚えるんじゃなくて、うん、まとめた方が覚えやすいようです。はい、では次2つ目、うん、はい、2つ目は維持リハーサルという名前でした。難しそうな名前です。難しいですね、はい、維持リハーサル、維持リハーサル、はい、リハーサルって練習ですよね。本番の前に何回も繰り返します。維持リハーサルは同じ内容を何度も繰り返すという記憶定着の方法です。同じ内容を繰り返す。そうなんです。はい、なので例えばですけれども、皆さん普段日本語を勉強しているときにテキスト、どんなテキストを使って勉強していますか。で本屋さんに行くとたくさんあるので、この本もいい、あの本もいいって多分いろんな本を買って読んだりされている方もいるんじゃないかなって思うんですけれども、私はまずは一冊から始められることをお勧めします。はい、例えばよく使われているのはみんなの日本語ですね。はい、みんなの日本語であればみんなの日本語の教科書を使ってまずはこれでしっかり勉強する。はい、で例えば
みんなの日本語の、各科の一番後ろには問題っていう練習問題がありますね、はい、あとは標準問題集などの本もあるかと思うんですけれども、うん、1回やって答え見てチェックして終わりではなくて、うん、それを何回も何回も繰り返してやってみてはどうかなって思います、うん、はい、そうすると自分が間違いやすいところも分かるし、間違いやすいところが分かるのでそこ気をつけますよね。何回も繰り返すことで覚えることができるようになります。なるほど、私もやりがちなんですけど、この参考書はもう終わりました、じゃあ次の新しい参考書に行きますっていうのは、まあ、ダメじゃないけど、それよりもこれが終わったらもう一周してみるとか、同じ参考書を繰り返してやった方が記憶に定着しやすいです。そうですね、はい、なるほど。なのでこの一冊でしっかり勉強をして、この本の中の知識がきちんと頭の中に入った、記憶された状態で他の本を読むと、あれ、みんなの日本語ではなかった新しい文法があるなとか、うん、こっちの説明の方が分かりやすいとか、あ、新しい例文、この例文面白いとか、いろいろな気づきが出てくると思います。そうすると、じゃあもうみんなの日本語終わりましたなんて言ってるけど話せないとか、日本語がなかなか理解できないっていう人は、新しい知識に飛びつくんじゃなくて、今一度みんなの日本語に戻ってやってみてくださいってことですね。はい、なるほど、ぜひ、はい、ぜひ、はい、では次、はい、はい、続きまして3つ目、生成効果。生成効果、はい、これはただ単に書かれてある本を読むのではなくて、自分で問題を作りその問題を解くという記憶方法になります、うん、はい、まあ、みんなの日本語のお話になるんですけれども、みんなの日本語ですと、例えば本を開けると本冊の中に文型例文ってありますよね、はい、この文型例文を何度も何度も繰り返し読んで音読練習をしたり、リピート CD を聞いてリピート練習やシャドーイング練習すると思うんですけれど、それだけではなくって言葉を変えて自分の例を作ってみてもいいかなって思います。例えばスポーツで何が一番好きですか？サッカーが好きですという例文があったら、何度も何度も練習した後で、じゃあベトナム料理で何が一番好きですか？うん、何が一番好きですか？私はバインセオですね。バインセオが一番好きです。バインセオ美味しいです。美味しいですよね。はい、というように、あの文型例文を読んで分かったっていうのは素晴らしいことです。さらにもう一歩、自分で言葉を変えて質問や答えの例文を作ってみると、もっと面白く勉強できますし、記憶にも定着しやすいんじゃないでしょうか。あ、なるほど、自分で文を作ってみるってことですね、はい、そうですね、それも記憶を定着させるのにすごく役立つ、はい、なるほど、なるほど、なんかそこまでやってる人は少ないかもしれないですね、うん、普通に進めていって練習 ABC やる人はいても、この例文に対して自分で文章を3つ作ってみようとかってやる人はなかなか少ないと思うので。そうですね、うん、それをやると覚えやすいと、うん、はい、もったいないと思います、うん、読んでるだけだと、うん、ぜひやってみてください、はい、はい、では続きまして4つ目、はい、体制化。体制化、はい、これは、情報を分類して分けて整理するという記憶の方法です、はい、例えばですけれども、皆さん初級では動詞の活用を勉強しますよね、手形とか内形とか他形、辞書形などたくさん勉強すると思うんですけれども、じゃあどんな活用を勉強したのかなって今質問されたら、皆さんすぐ答えることできますか？初級ではどんな活用がありましたか？ちょっと悩んで難しいよね難しいですよね、はい、で例えば第14課では手形、第17課では内形って一つずつ勉強するんですが、うん、勉強した後でそれを整理してみる、うんうん、で動詞の活用の知識として自分でまとめておく、うん、そうするとバラバラだった知識がこう一つに集まってくるので、
自分も覚えやすくなるんじゃないかなって思います。これは結構まとめるのっていうのも難しいと思うんですけど、これやっぱり自分でまとめた方が、自分でまとめた方が記憶に残りやすいんですか、それとも人にまとめてもらったのをくださいとか見るのでもいいんですか？そうですね、本当は多分自分で整理した方がいいんだと思うんですけど、でもそもそもどうやって整理したらいいんだろうっていうところもやっぱりね、最初は難しいというか、ね、どうやっていいかわからないので、もう今の時代は、時代って古いやだ今はもう皆さんね、若い方はもちろんインターネット、スマホとかで見ることができると思いますので、ちょっと調べてみると、もう今まで日本語を勉強されてきた諸先輩方、それから日本人の、またはベトナム人の日本語の先生がいろいろまとめてくださってますので、それを参考にして、自分が分かりやすい、あ、この表分かりやすいなって思ったら、それを参考にもう印刷して持っていてもいいですし、手を動かした方が私は古い人間なので覚えられるかなと思うので、それを見ながらノートに書いてみるっていうのでもいいかなって思います。なるほど、はい、そうすると日々の勉強は、今日は14課第15課ってこう個別にバラバラに勉強するけれども、たまにはこう体系化をまとめて、じゃあ動詞の活用をまとめてみようとかっていうので、まとめて同じ種類のものか、同じ種類のものをまとめて覚えるっていうのが記憶に残りやすい。そうですね、はい、あ、ありがとうございます。はい、では最後です。はい、はい、5つ目、静止化リハーサル。静止化リハーサル、はい、これも難しそう、難しい言葉ですね、はい、はい、こちらはでもやることはとっても簡単なんです。情報をイメージ化したり、もう知ってる知識とこう結びつけて覚えるという記憶方法になります。はい、で例えばなんですけれども、皆さん、14課、みんなの日本語で言うと第14課ですが、初級で動詞の活用手形勉強しますよね。はい、これ N を初級で勉強する内容でもちょっと大変な課題じゃないかなって思うんですけれども、1グループ2グループ3グループがあって、1グループはマスの前がイの時はテ、チの時はビの時はって覚えるんですよね。はい、でよく、日本語の先生が教えてくれる覚え方で、歌に合わせて覚えるっていうのがあると思うんです。はい、で私が使う歌はちょっと歌ってもいいですか？お願いします。はい、1リって2リ人で聞いて聞いて、貸します貸して行きます行って、てけいてけい、そうか素晴らしい。あ、なるほどね。はい、皆さんこの歌は知ってますか？これ有名なんですか？多分学生さん、はい、分かるかなって思うんですけれども、このようにもう知ってる歌と今回勉強する手形の知識を一つに合わせてあげると覚えやすくなるんじゃないかなって思います。はい、歌は別に何でもいいので、皆さんが好きな歌で心がいいもの、やってみるといいかなと思います。はい、ということで、日本語の勉強のコツ、記憶のコツは反復、繰り返すこと、はい、はい、そしてやはり継続がポイントでした。はい、はい、じゃあどうやって反復したらいいですか？記憶のやり方、ストラテジーを5つ今日は紹介いたしました。はい、1回勉強して覚えたと思ってもやはり忘れてしまいますので、勉強したことは毎日続ける。今日勉強して、明日勉強して、明後日勉強して覚えたと思ったら、1週間後にもう一度チェックしてみる、2週間後にもう一度チェックしてみる、それでも大丈夫だったら、じゃあ1ヶ月後にチェックしてみる、というように1回ではなくて繰り返し復習するということがとっても大事だと思います。そうですね、はい、それは本当に大事だと思っていて、その1回勉強しても思い出せなくて、いやこれ勉強したのになんで出てこないんだっていう経験、自分自身も何回もあるので、それは1週間後にチェック、2週間後にチェックすることで防げるってことです
ですよね。そうですね。何度もありますね。覚えたはずなのに、なんで出てこないっていう経験何度もあるので、なるほど、なるほど。ありますよね。はい。はい、でもし覚えてない言葉があれば、それだけこういう単語帳、小さい単語カードを作って、そこに書いて覚えてもいいですし、今スマホのアプリなので、アプリなどでそういう単語帳のアプリなどもありますから、うんうん、覚えてない言葉だけもう一回復習をして、また翌週チェックするっていうのでもいいかなって。とにかく繰り返すってことですね。そうですね。うんうん、はい。そしてまあ最後になりますが、今日のポイントは反復と毎日の継続だったんですけれども、ぜひこれで覚えた知識は実践で使ってみてください。ベトナムにいらっしゃる方、日本人の方と日本語で話す機会が少ないかなって思うんですけれども、そのチャンスがあったら、ぜひ、恥ずかしがらずに日本語を使ってもらいたいですし、あとは北先生の YouTube などもありますから、日本人が話す日本語を耳で聞いて、自分もそれに合わせて同じことをリピートする、シャドービングするでもいいし、北先生が何か質問したら答えてみるでもいいと思うので、ぜひ実践で日本語を使ってみてください。今日いろいろなアドバイスをいただいたので、多分一回この動画見ただけじゃ全ての勉強の仕方とかアドバイスを理解できないと思うので、皆さん繰り返し何回かこの動画を見て、短期記憶から長期記憶への移行方法とかいろいろ学びが多い動画になったと思いますので、なんとか見てみてください。では今日は先生どうもありがとうございました。ありがとうございました。また機会がございましたらぜひ北 TV に遊びに来てください。はい、よろしくお願いしますじゃあ今日はこの辺でありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、皆さんバイバイ、またね。